から知らずが我が拳の前に切り伏せがつ。どうだろう秀吉、まずは彼らに任せてみないかい。三成君についてきた若者だ。力知らずが我が拳の前に。どうだろう秀吉、まずは彼らに任せてみないかい。三成君についてきた若者だ。誰かを思い出せないか秀吉。この勝負、俺は俺の全てをかける。さあ、あんたは何をかけるんだ。やべ、こんなダセーとこ三成様には見せらんねっての。ここであったが百発勝負。さあさあ、はったはった。始めよう。見たまえ、かねえさ。へへ、なるようになったってだけの話っしょ。綺麗にスカンピンだ。何もかもすっちまったよ。水が、これでは先へ進めませぬ。どうだい、驚いた。では整えたよ。さあ、君の思う通りに戦ってみせてくれ大谷君。大太鼓三成、この豊臣を主が編めるか。ならばこの場で主を吐き出そう。ベロリと象大鼓今日こそは早い道の中で。檻の水をどんどん抜きましょうぞ。お前はよ、あんたには奪わせねえよ。この忠誠心だけは。我が本当に求めたのは業務。なぜ裏切った。なぜ私を見捨てて生き耐えたんだ。豊臣の世は明るいぜ。なんでそれが分からねえんだ。かなれよ半兵衛様、秀吉様が巨匠の断点となる許可。いいよ、けれどくれぐれも吠えすぎないな。見るべきものはあらかた見たね。では仕上げていこうか。悪すぎるぞ。貴様ら期待の押しを。お前らよ、恥じるばかり。そう、急げ。私に殺されに来い。不安と騒ぎがあるならば我らこそが無数の指よ。ろくなものがない。まれだからこそ高い。昔語りと友の嘆きにか。どちらか一つを聞かせてあげよう。さあ選びたまえ。それで私を揺さぶってみせたつもりか。貴様がごときフクロウのさえずりなどどの道信用できるか。おっと、すまん、つい指を鳴らしてしまったよ。ああ、豊臣の
未来が。申し訳ございません。判明さあ、ザコどもは拙者に動かせられ。お主ら、そのような及び腰で戦は務まらぬ。君の実力を少々見くびっていたようだ。我がサワンにて刃を噛む。アミア、我に屈せよ。将来になれるとは思わぬ。終わるな。なってみせよ。君と共有にはをたしなみたまえ。すべてが終わったら。ちょっと鍛え直しを確保しておいてくれよ。面目なし。これ以上、お堀の水を抜かせてなるものか。その息だ。秀吉のためにしっかり働いてくれ。まあ、風魔と比べた私が愚かだったよ。水の焼け焦げた匂いだけは、未だ慣れぬか。我らが50人がかりで挑んでも、大勢及びますな。厳しい。我が波動に立ちはだかる者は。ここから先は僕が直接君の力を試させてもらうよ。あの人には見えてんのぞ。お前ら一人一人の動きがな。主の名に恥じぬよう振るうことこそ我らが務め。僕の指示をよく聞くんだ。必ずや立て直してみせる。このランセスは、あんたの差し金とか言わねえよな。君は切り進むだけだ。どうのようだね。我らが主を信じよう。ほんの一時耐えるまでぞ。空気の緩い目を見た。一対100で戦っても負けないだろうぜ、大将は。攻略するなんてやるじゃないか。でも剣でのせめぎ合いの実力はどうかな。剣が信ずる彼、その宮はどうやら私だ。もう少し崇めてくれてもいいのではないかね。あなたに出会わずとも秀吉は目覚めていたさ。フクロウだから、あなたは所詮忌むべき敵でしかないんだ。ひどい。よし。ハンビー。我らが夢。
必ず果たしてみせる。よくぞ我の前までたどり着いた。褒美だ。覇王の拳を受けるがよい。ケイトではさえずり合いにすらならなかったな。死の王と死の女、いささか飽きたが耳にしたいものだ。私を変えるほどの音色を。